プレスコット・シェルダン・ブッシュは、アメリカ合衆国の政治家、銀行家、連邦上院議員。所属政党は、共和党。長男のプレスコット・ブッシュ・ジュニアは、米中商工会議所議長。次男のジョージ・ハーバート・オーカー・ブッシュは、第41代アメリカ合衆国大統領。孫のジョージ・ W ・ブッシュは、第43代アメリカ合衆国大統領。総尊に、 実業家のジョージ・プレスコット・ブッシュ。オハイオ州、コロンバスに生まれる。父は、製鉄会社の経営者であったサミュエル・プレスコット・ブッシュ。1917年に、イエール大学を卒業。大学在学中は、グリー・クラブに所属。秘密クラブのスカルボーンズの会員でもあった。スカルボーンズで W ・アベレル・ハリマンの弟、ローランド・ハリマンと知り合う。大学卒業後、 第一次世界大戦中に西部戦線に従軍。1921年にジョージ・ハーバート・ウォーカーの娘、ドロシーと結婚した。ミズーリ州セントルイスでサラリーマン生活を営んだ後、1923年に記事コロンバスに、さらに1925年にはコネティカット州グリニッチへ移住した。1926年にブッシュは ギフ・ジョージ・ハーバート・ウォーカーと大学時代の友人の2アベレル・ハリマンの経営する投資銀行、WA ・ハリマン社に就職した。彼はここで才能を発揮し、次第に頭角を表した。同社が合併の後、1931年にブラウン・ブラザーズ・ハリマン社に改装すると、ブッシュは共同経営者の座に就いた。さらに彼はいくつかの企業の取締役会のメンバーを兼務した。 その中の代表的なものは現在のハリバートン社であるドレッサーインダストリーズや CBS ジョージ・ハーバート・ウォーカーが経営者を務めた投資銀行アブックである。アブックは1938年までナチス党に有志していたフリッツ・ティッセンと資本関係があった。そのため同社はティッセン系のドイツの企業と関係があった。 ティッセンは1939年までにドイツを逃れ、ヒトラーを公然と避難した。したがって、アブックとドイツとの関係も同年で終わりを告げた。しかし、1942年にトレーディングウィズ、エネミー法が施行されると、同行が融資したドイツ企業が、ナチスに献金した疑いがあることからこうした取引関係が問題とされ、同社の資産は差し押さえられた。また、 ティッセンとアブックとの関係はニューヨークヘラルドトリビューン紙がスクープする1942年夏まで続いた。この事実からブッシュがナチスの進派であったという噂があるが、これは根拠のないものである。しかし、この噂は1980年の共和党大統領予備選及び1988年の大統領選挙の際に彼の子、 ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュに対する中傷に利用された。さらに2004年の大統領選挙の際にも再選を目指す当時の大統領ジョージ・ウォーカー・ブッシュがプレスコットの孫であったことから再びこの噂が一部で取り沙汰された。また一部でこの事実がブッシュがナチスの財政支援を行っていたあるいは彼が経営に関わった銀行が 第二次世界大戦におけるドイツの軍資金を提供していたと曲解されたり、ブッシュとナチスが結託していたとの陰謀論に発展している。1947年から1950年まで、ブッシュはコネティカット宗教和党の財務部長を務めた。1950年に上院議員選挙に立候補するが、この時は落選する。1952年に、 ジェームズ・マクマホン上院議員の死に伴う補選に勝利した。上院では共和党の恩恵派、そしてアイゼンハワー政権の強力な支持者として知られた。また強硬な反共主義者で強い国防を主張する高派であった。リチャード・ニクソンはブッシュを政治活動上の死であるとみなしており、有名なチェッカーズ・スピーチを行う際、ブッシュに相談し、協力を求めたと言われる。 ブッシュはコネティカット州グリニッチに屋敷を構え、本拠としていた。他にメイン州のケンレバンクポートに別荘を所有しており、この別荘は息子のジョージ HW ブッシュが相続し、彼が大統領だった時代には第二のホワイトハウスとして機能した。ありがとうございます。